世界でただ一つの競馬、万英競馬。北海道の開拓を支えた力自慢の馬たちが最大1トンの鉄そりを引いて速さを競います。手に汗握る勝負の駆け引き、巨体を揺らし大地を蹴る馬たちの圧倒的な迫力。人馬一体、感動のドラマがここにあります。北海道のオリジナル万英競馬、その魅力をご紹介しましょう。北海道十勝の中心、帯広市。その市街地にある帯広競馬場は万英競馬を開催する唯一の競馬場です。レースはほぼ1年を通し土曜、日曜、月曜に行われています。レースに出る馬はバンバと呼ばれます。農耕馬として改良された大型の馬で非常に力が強いのが特徴です。体高はおよそ170センチ、体重はおよそ1トンもあります。サラブレッドと比べるとその差はおよそ2倍にもなります。コースは直線200メートルのセパレートコース。途中に2つの障害が設けられています。馬はこれらを乗り越えゴールを目指します。それでは実際のレースを見てみましょう。高さ1メートルの第一障害は難なくクリア。しかし勝負はここからです。第二障害の手前、騎手が手綱を引いて馬の速度を緩めました。馬の呼吸を整え体力を回復させ、ここぞというタイミングで高さ 1.6 メートルの障害を一気に乗り越えるのです。ここがレース最大の見せ場。応援にも力が入ります。この後もまだまだ目が離せません。万英競馬のゴールは馬の鼻先ではなくソリの最後部で決まります。つまり馬がゴールラインを越えてもソリが通過しなければまだ逆転の可能性が残るのです。最後の最後まで結果がわからない面白さ、この独特のレース展開が万英競馬の醍醐味です。万英競馬の始まりは北海道の歴史と深い関わりがあります。明治時代から始まった北海道の開拓、人々は馬と共に未開の原野を切り開いてきました。馬の力なしには大地を耕すことも丸太を切り出すこともできません。馬は欠かせない存在だったのです。そんな自慢の愛馬を持ち寄り力比べを行ったのが万英競馬のルーツと言われています。馬に重い荷物を引かせて速さを競う万馬競走はお祭りの余興として各地で行われてきました。こうした歴史や地域の文化を受け継ぐ万英競馬は北海道遺産に登録されています。
馬と関わりが深い馬の歴史は競馬場横の資料館で詳しく知ることができます。馬の資料館では十勝の開拓で実際に使われた馬具や農耕の道具などが展示されています。人と馬が深く結びついていた時代に思いを馳せることができます。初めての人でも気軽に楽しめるバンエイ競馬、馬券を買って馬を応援してみましょう。馬券は全部で6種類、当てやすいものから一攫千金を狙えるものまで様々です。初心者でも簡単に買えるのが単勝です。一着になる馬をズバリ当てる馬券です。とにかく当てたいという方におすすめなのが副賞です。選んだ馬の1頭が3着までに入れば当たりです。夢を追い求める方におすすめなのが3連単。1着から3着までの馬を着順通りに当てます。難易度が最も高い馬券ですが、配当が100倍を超える万馬券も夢ではありません。それでは応援する馬を選んでみましょう。レース前のパドックでお気に入りの馬を選びます。選ぶポイントは体つきや歩き方などいろいろありますが、直感や好きな名前で決めるのもいいでしょう。馬を決めたら馬券を買います。馬番や金額をマークカードに記入します。100円から購入できます。続いて発売機へ行きましょう。掛け金を投入しマークカードを入れると馬券が出ます。初心者には競馬場のスタッフが優しく教えてくれるので安心です。いよいよレースが始まりました。馬と一緒に走りながらの応援、この一体感もバンエイ競馬の魅力です。バンエイ競馬、その楽しみ方はレースばかりではありません。馬と共に生きる人々の暮らしを垣間見ることができます。競馬場に隣り合う厩舎地区、ここには厩務員や調教師、騎手など関係者250人が600頭の馬と共に暮らしています。その厩舎地区をはじめ競馬場の裏側を見学できるのがバックヤードツアーです。普段立ち入ることのできない場所を競馬場スタッフが案内します。タイムスリップしたようなどこか懐かしい風景が広がります。
蹄鉄を付け替える装蹄所や馬の診療所などもあります。人と馬が築いてきた独特の文化が息づいています。親子で楽しめるスペースもあります。競馬場の一角に作られたふれあい動物園です。バンバと触れ合えるのが人気です。楽しみはまだまだあります。売店にはバンエイ競馬の限定グッズが並びます。訪れた記念にお土産を選ぶのも楽しいでしょう。競馬場入り口にある十勝村、十勝の食を満喫できるエリアです。産直市場では十勝で採れる新鮮な野菜が所狭しと並びます。十勝の食材にこだわったさまざまな料理を味わうこともできます。農業王国十勝の美味しさを堪能してみてはいかがでしょう。重賞レースの最高峰バンエイ記念が開かれます。シーズン最強のバンバを決める特別なレース。ソリの重さは1トンと超重量級です。迫力のレースに観客は大興奮。会場は熱気に包まれます。人と馬が作り出す迫力満点のレース、バンエイ競馬。世界でここだけの感動の舞台をぜひ体感してみてください。バンエイ競馬が開催される帯広へは東京から飛行機でおよそ1時間30分、札幌からはJR でおよそ2時間30分です。車で移動の場合は道東自動車道が便利です。帯広競馬場へは音更帯広インターチェンジ、または目室帯広インターチェンジからおよそ20分、 JR 帯広駅からはバスが運行しています。